こんにちは、シュウです。今回はオータム SP チャレンジやっていこうかなと思います。これね、チャルダみたくレベル1、レベル2とかあってレベル6が最大なんだよね。なんで今回レベル6初見プレイやっていこうかなと思います。で、今回風神と雷神だね。いや、いいよね。風神雷神をコンビネーションで使えるのすごいでかい。で、上にリーダースキル書いてあると思うんだけど、とりあえず4色決めれば OK だね。で、ここはとりあえずどうしよう。4色ないんだよね。いやー、これどうしよう。いや、ここ急ぐ必要ないか。これでいきます。なんとこのパーティーあれなんだよね、 HP2 倍の軽減で、 HP2 倍の軽減って、いや、私のイメージだとあれだね。これどれぐらい削れるかな。光の 2way がいい感じに生きるんだよね。なんで光の 2way やっていこうかなと思います。つながってるな。こうか。いや違う、こうか。 OK、 HP2 倍の軽減ってね、私の中だと闇メタだね。当時その動く進化だよね、動く進化の時の闇メタってマジで強かったんだよね。それが HP2 倍軽減、確か HP2 倍軽減初が闇メタだったんじゃないかな。どうしよう。欠損してるね。この子あれなんですよ、確か上一列に木作ってくれんだよね。なんで木は全部処理しようか。あ、でもあれか、落ち込みかけて普通に組むのもありか。で、闇メタあるある、闇メタあるあるなんだけど、闇メタってね、二色陣なんだよ。スキルが二色陣で、で、7コンボしたいみたいな。なんだけど、二色陣のあれがね、全然合わなくて、なかなか7コンボないんで、なんないんだよね。で、落ち込んだよりになって、うわ、マジかよ、闇メタと思って。当時、純粋な二色陣で出すのすごい難しいんだよね、7コンボ。で、これやっ使います。欠損はしてるね。どうしよう。でも2ターンか。属性吸収。2ターンなんで、まあ、最悪倒せなくても OK ってことで。強いよね、このパーティー。なんか私前も動画で言ったんだけど、なんかこういう組み合わせいいよね、風神雷神みたいな。前私が言ったのが、コラボキャラのあんま組み合わせないよねみたいな、そのコラボで相性いい、コラボ同士。指奪ってくるけどホルスがいるんだよね。なんで聖地とかも考えてるけど、普通にこれでいいかな。これ使って次ホルス使おう。多分これあれだわ、このダンジョンすごい、チャレンジダンジョンの最大のレベルとかに比べると全然優しくなってる気がする。全然難しくないな。いや、皆さんランダンやりました？ランダンめちゃめちゃ階層長いんだよね。で、私まだやってなくて。 OK、 さあここも飛ばす。で、これね、サーナイターが覚醒無効回復なんだよ。なんだけど、これマトゥー、サクラマトゥーの武器であれなんだよね、バインドと消せないドロップを全回復で、覚醒無効回復なくなっちゃったんだよ。どうしよう、ここ。雷神使っちゃおうか。雷神使って、 OK、 いいね。今2名なかったんだよね。で、追撃も盤面になかったんで、こうして、んすごい簡単だわ。なんか久しぶりに簡単に勝てる気がする。いや、パズドラのさ、最近の氷とか私全然難しくて勝てないんだよね。だからすげえ取り直すんだよね。取り直してやるんだけど、いや、でもこれめちゃめちゃすんなりか。さあ、行きました。いや、強いわ。さあ、6回ボス何くんだろう。シューミンね、これ修羅の限界に出るシューミンじゃないよね。いやいいね、このためのロックだったんだね、さっきのデモニアス。待って、水汲みたい。水汲んで、ちょ、暴れすぎ。水汲んで、よしよしよしよ。ちょ、ごめんなさいごめんなさい、ちょ、ごめんなさい、本当にパズル解明つきすぎ。でも7、8個も出てる。いや、多分倒せないんじゃないかな、これだと。いや、いいね、後半の伸びすごい。さあ、ボス新キャラかもしんない。